皆様こんにちは。じゃあ株式会社サイチャンネルです。本日はちょっと移動中なんでオフショット撮ってきます。なんか最近あった面白い話とかある？じゃあ俺からね、ちょっと一個。先週の土曜日の日にちょっと飲んでたんですけどね、その女の子と一緒に。その子がへそくりをねしてたんだって。へそくりなんかその子旦那さんも子供もいるんだけど、へそくりしてて、はい、で、なんか本の間に挟んどいたんだって、うん、それをね見たらなくなってたんだって。え、そうだけど、そのなくなってたもんでね、間違いなく旦那か子供なわけじゃん。絶対そうそうでしょ、うん、子供が14歳なんだけど、うん、旦那か子供なわけじゃん、うん、だからそれをね、言うべきか言わないべきか、黙ってるか問い詰めるかっていう話をこの間しててさ、どうする？もし分かったら、そのもし親とかさ、一緒に住んでる人がいたとしてね、へそくりをしてたら、え、へそくりってさ、自分で稼いだお金じゃない？自分で稼いだお金か知らんけど、その小遣いの中とかもあるんじゃないの？人にもよるんじゃないの？それは家庭がある人もいるだろうしさ、なんか貯金っていう部類でそこに隠してるんだったら問い詰める。貯金っていう部類で隠してないで、へそくりだもんね。自分しか知らないだもんね。だからそういうのあったらさ、どうするって話でさ、うち言う。言う？言う。ああ、じゃあ彼氏が取ったかもしれないとかっていうので言うってことね。その話でさ、そのあって面白い話があってね、うん、昔ね、俺ね、若い頃ね、まだビデオデッキだった頃ね、わかる？ビデオデッキがさ、まだ CD とかが、普及しだ、CD とかさ、DVD が、DVD とかの前の話ね。その時ビデオデッキって、ビデオってさ、テレビの下にビデオラックがあって、それでビデオのデッキ、このね、入れるところだな、ビデオをいっぱい置いてあったわけよ、うん、まあいろいろなビデオ、録画したビデオとかさ、うん、そういうのを下に置いてあったんだけどね、俺ね、そのビデオってこうやって抜くんだけどさ、その入れ物があったんだよね、ビデオの。わかる？あ、透明のケースみたいな、白っぽい。そう、透明とか白とか黒とかさ、的なやつあってね、柔らかいやつ。そうそうそう、うん、俺ね、その中にお金を入れてたのよ、はい、隠しちゃって、まあ、へそくりじゃないけど、自分のお金はね、その当時金庫とかそういうのがなくて、まだ若い頃でさ、うん、これで置いといたわけ、その下に。そしてさ、たまたまその時の飲み屋の子がさ、と一緒にいて、飲み屋の子と、まあ遊んでたもんね、家に来るわけじゃん。うん、そしてね、その、ある日ね、うん、気づいたわけよ、うん。ないと思ってさ、うん、そのお金を入れといたわけ、そこに、うん。ビデオデッキの裏にこうやって1万円をね、はいはい、こうやって置いて、入れて隠してたんだよ、うん、へそくりでね、俺の、うん、へそくりっていうか俺の中の金庫みたいな感じで、はいはいはい、そしたらさ、もうその女しかその入れてないわけよ、その当時、うん、でそれがなくなったってことはその子が取ったわけじゃん、うん、そう、その子がの取ったもんで、その子飲み屋の子だったもんでね、連絡を急に取れなくなって、その飲み屋まで行ったわけよ、うん、そうしたらさ、もうその子やめてた、飛んでた。何万枚？いや、150万枚取られた。え、ごっそり？ごっそりごっそり。ごっそり取られて。てか、よく150枚さ、ビデオデッキの中入ったよね。だって隠しといたもん。俺の全財産として、その若い時だもんね。その、通帳とかに入れるよりも、家でこうやって置いといた方が楽だもんでさ、はいはい、楽だもんで隠しといたの。そうしたら、それね、全部ごっそり行かれて。その後、また面白い話がある。うん、その後ね、またそこの飲み屋のことをまたちょっと遊ぶようになって、またその違う子がうちに来たわけよ、うち、ん、に来て、それでさ、そのなんていうの、俺がまたちょっと外出するでっつってね、ちょっと行くでって言って、うん、で外出たわけよ、うん、出てね、忘れ物に気づいてさ、何の忘れ物だか覚えてないけど、はいはいはい、そしてね、忘れ物に気づいて一回家戻ったのよ、うん、そしたらさ、その子がさ、ビデオデッキ漁ってるわけ。その別の子？別の子が。別の子がさ、なんでその子がグルだったってことはね、同じ店だもんね。あいつの家のビデオデッキの中には金が入ってるじゃんってさ、うん。多分そいつら同士で話したんじゃないの？うん、
るのよみたいな。そうそうそう、だけどもその時にはビデオデッキの中にはもうお金はないからさ、うん、ないから取られなかったんだけど、だからその時に俺はね、にあの確信したのよ、うん、女性は怖えなと思ってさ、え、やばいじゃんっていう話。いや怖それね、ちょっと俺の中の一個面白い話。すげえ怖い。そんな話でした。よく一人目ビデオデッキ見たよね。そうだよね。まずそこじゃね。なんか面白いビデオあるかなと思って見たのかもしれんね、もしかしたらさ。したらあったみたいな。そしたらさ、金があったもんね。まあこれパクって帰るかと思ったら多分とっさに考えたんだ。そうだって一人目って絶対計画的じゃないもんね。そうそうそう、だけどあいつの家のビデオデッキの中には金があるぜって言って、多分それからもその子辞めちゃっていなかったんだけど、うん、多分言ったんじゃないの、周りの友達、店の子とかにさ。そう、そういうね話、ちょっとねびっくりしたよっていう話。ビビる。まあ問い詰めたりはしないに、うん、もうそれからあってもないし、あの LINE とかも、その当時はメールとかも無視だったもんね、あれだけどさ、ガラケーの時代だからさ、うん、だからそんな感じだった。まあ面白いかどうかっていうのはねあれだけど、2人目確信犯だもんね。そう、確信犯だね、確信犯。そんな話でした。なんかないの？なんか。ないかな。なんか。お題ないの？お題？うん。言ってくれた方が喋りやすい。お題ね。お題？じゃあさ、あれすれじゃん、さっきのやつ。なんか、あ、そういうのあるじゃん、専門。え、モノマネ得意って言ったよね。俺ね、モノマネ得意。モノマネ得意。え、木村拓哉。え、顔マネか、顔か、それ。顔芸？顔芸か。あ、ごめんごめん、モノマネっていうか、顔が似てたら。顔はドブロックでしょ。顔はドブロックでしょ。ドブロックってどんなんだっけ。ドブロックは、ギター侍みたいな人じゃないの。コンビニ、夜から。ドブロック、え、大きな石も遠くださいそうそうそう、ドブロック、そうそうそう、そのボーボーの方ね。木村拓哉のモノマネしかできないですけど。木村拓哉のモノマネできるの？はい、いいですか、やっちゃって、はい、お願いします。なんだっけ、なんだっけ、なんだっけあ、やります。待てよ似てない。まあ、待てよ出川哲郎だろ、それどう考えても。出川だよ。出川似てるの。出川似てる。やばいよ、やばいよ。あ、出川。出川似てるじゃん。やばいよ、やばいよ。似てるじゃん。あ、出川似てるわ。似てる、出川だ。出川似てるね。どっちかっていうと。いや、出川だよ。出川だね、完全に。え、なんか声がさ、出川寄りじゃん。あ、出川寄りだね。そもそもの声。もう体型も出川だし、もう出川そのままじゃん。出川って呼んでいい？鉄郎だし。あ、そうだね。出川鉄郎だしね。線も鉄やだしね。あ、鉄つながりじゃん。鉄つながりだわ。いいなぁ。いいなぁ。出川鉄や。出川鉄？出川鉄。出川鉄やだ。本気も出川鉄だから。やばいよ、やばいよ。やばいよ、やばいよ。似てるなぁ。似てる似てる。あ、それでちょっとね、クオリティ高いと思うよ。結構似てる。言われたことないよ。ないよ。他なんかできるだろ。あ、他はもうあれだよね。まあ、これも顔芸になっちゃうけど。顔芸？あれだね。芸能人の名前。芸能人の名前って誰よ。もうこれやればわかるか。はいはい。わかるわ。マーキの。小栗旬。あ、そうそうそう。どうだけだもん。そんなんみんなできる。マーキの。全然これ右ですけど、これ右ですけど、何がマキノ？マキノはみんなできる。マキノ、マキノ、マキノじゃねえし。マキノじゃないな。もう全然いけないもん。あ、じゃあ次師匠モノマネ。じゃあね。うん、プーさん。はい、どうぞ。ポークポーハチミツ食べたいな。どう似てる？似てるの？体型。どう似てる？体型どう似てる？体型の方ね。体型の方ね。スティッチ行くわ。スティッチ。スティッチ。スティッチ。リロ&スティッチ。
行きます。これ結構耳すまさんと声ちっちゃいもんで、夜は。行くよ。行きます。はい、終わり。このフレーズしか言えない。だけど似てるだよ。だけど俺とセンムさ、そのスチッチを知らんもんね。そうね。あ、喋ってるとこ。いや、プーさんが喋ってるのも初めて聞いたね。声知らんもん。嘘だよ、似てるよ。いや、プーさんも知らない。マジ知らない。もうミッキーぐらいしかわかんない。もうミッキーはやれるけどさ、ね、あ、いけるわ、うちも。え、いけるの。いけるよ。じゃあ先やります。あ、社長どうぞどうぞ。俺は知らないもん。俺知らない。おい、ミッキーだよ。どうぞ。微妙。いや、あ、いいよ。お、ミッキー。あ、似てない。あ、ちょっと、もう俺より上手いぐらいで。そうなんだ。でもレベル相当低いよ。相当低いよ。相当低いけど、結構似てると思うんだけど、ね、全然俺そのミッキーの声を知らない。似てるの。ディズニーで育ってない。ジブリ派。ジブリ派だよ。あ、ジブリ派だよ。まあ、うち両方だったからさ。ジブリだったらもう俺できるけどね。もののけ姫のね。見てよ。勢いだけね。勢いしか似てない。何が、俺あれ似てるぜ。超神秘。いや、あれちょっとやってよ。あ、ダメだよ。あれ、それちょっとあの取っとかないと。そう、やっちゃうの。じゃあやめとく。なんかの時にまた使わせていただきます。似すぎてるからちょっと。ちょっと今日は不意ね。似すぎてるから今日ダメ、もったない。え、皆さん見たいですか？そんなこと言うと見たいですか？見たいよ。じゃあ今度やらせていただきますんで。お願いします。はい、じゃあこの辺でオフショット終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。それではチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。それではね、みんな、バイバーイ。